2021年7月、前撮り写真の依頼を受けた一は、とある村で写真を撮ります。しかし、その写真には、何やら得体の知れないものが映り込んでおり、イッチとスレミンたちを震え上がらせるのでした。まず、カメラマン佐伯ことイッチは、変な写真が撮れたと言い、スレを立てます。なんでも、普段写真家として働いているイッチは、結婚式の前撮りの依頼を受けたそうで、早速撮りに行ったとのこと。そしてイッチは、一枚の写真をスレに貼りますが、その写真には、モザイク越しでも伝わるほどの幸せオーラ満載の二人と、そんな二人に似つかわしくない、ボロボロの鳥居が映っているのでした。イッチによれば、どうやらこの写真がおかしい模様。すると、年中無休で暇をむさぼっているスレミンたちが、ダットのごとく現れ、なんでここなんだ、や、もっとあっただろう、と、写真を撮る場所について、偉そうに口を出します。そんな中、一人のスレミンが、鳥居の脇から出ている白い袖のようなものはなんだ、と、イッチに尋ねると、それに対し、イッチは、ワイもわからない、と返答しました。どうやら、この布はもともとついていなかったそうで、この写真にのみ映り込んでいる模様。すると、スレミンたちは面白いように怖がり始め、じゃあ何かの霊なのか、いや、怖すぎる、とコメントし始めます。そして一人のスレミンが、なんでこんなところで撮ったんだ、イッチが決めたのか、と尋ねると、それに対し、イッチは、決めたのは新郎新婦だ、と話しました。なんでも、この写真を撮った場所は、青森県にある、雪目村といい、新郎である優子さんと、新婦のまみさんが生まれ育った村とのこと。どうやら、二人は、お互いが出会い、育ったこの村で、記念に写真を撮りたかったそうです。もちろん、写真は、この場所だけで撮ったのではなく、綺麗な川だったり、村のシンボルである時計や地図の前だったりと、いろいろなところで撮っていた模様。そして、最後に撮りたいと言った場所が、この鳥居の前の広場だったと言います。イッチも最初は、あまりにも鳥居がボロボロだったため、戸惑ったそうですが、二人が遊ぶ場所といえば、いつもこの鳥居の広場だったらしく、どうしてもここで撮りたいとのことだったため、イッチも、二人の思い出の場所なら、と納得し、撮り始めたのだとか。ところが、その結果、撮った後の写真に、この袖のようなものが映り込んでしまったそうです。すると、そんな村で育ち、結婚にまで至った二人に対し、スレミンたちは、めっちゃいいな、や、ロマンチックだな、と、純愛ドラマのような展開に、嫉妬することすら忘れている様子。しかし、ここで、一人のスレミンが、この写真について、二人は何か言っていなかったのか、と、イッチに尋ねます。それに対し、イッチは、見せてもない、と答えました。何でも、二人のおめでたい時に、このような奇妙なものを見せて、怖がらせたくないとのこと。そこで、何かわかることはないか、と思い、まず、スレで相談することにしたのだと、イッチは語ります。すると、スレミンたちは、判断材料が少なすぎるといい、もう一回行って写真を撮ってきてくれ、と、
イッチに無茶ぶりをしますが、それに対しイッチは意外にも実はもう一回行く予定だと返しました。なんでも問題の写真以外をユーゴさんとマミさんに見せたところ、二人はイッチの写真をかなり気に入ってくれたそうです。そして式当日とその前夜の食事会の写真もお願いされたのだと言います。また問題の写真についてイッチは、自分も怖かったから何なのか知りたかったと語りますが、スレミンたちにもその正体が判別できないということがわかると丁寧にお礼を言って、自分でも調べてみると宣言し、3日後に出発するからその時にまた報告すると告げ、この日はスレを去っていくのでした。するとイッチの低姿勢に調子づいたのか、スレミンたちはちゃんと写真撮ってこいや、証拠つかむまで帰ってくるなと偉そうに発言します。しかしイッチはすでにスレから立ち去った後であり、その言葉がイッチに聞こえることはありませんでした。それから3日後、イッチがスレに現れます。なんでも現在ユーゴさんとマミさんの友人であるカズサさんという女性の車に乗せてもらい、雪目村に向かっているとのこと。しかし周囲には何もないらしく、ずっと直進しているため暇なのだと語りました。すると女性と聞いた途端、スレミンたちが光の速さで集まり、イッチからカズサさんの情報を必死に聞き出そうとします。それに対しイッチは、カズサさんは女優の戸田恵梨香に似ていると説明しました。またカズサさんに彼氏はいないものの、子供がおり、どうやら旦那とはすでに別れているとのこと。そして子供は村のみんなに協力してもらい育てているそうで、イッチはカズサさん自身も立派にお母さんをやっていると感心した様子で語るのでした。するとスレナイは戸田恵梨香が大好きなスレミンたちであふれかえります。さらには雪目村に引っ越すことを早々に決め、家族に別れを告げるスレミンまで現れる始末。しかしイッチはそんなスレミンたちの発言を華麗にスルーし、トイレ休憩だと報告しました。またイッチはトイレ以外何もないと文句を言いながらも近くを散策してみる模様。すると文脈を読む能力が小学生で止まっている国語の先生もお手上げに来たちは、トイレ休憩をしているのがカズサさんだと考えたようで、なんかドキドキするやトイレの状況詳しくと気象い発言をし始めます。ところがその時イッチがやばいと言いながら一枚の写真を貼り付けたのです。なんとそこには木に白い布が結びつけられている様子が写っていました。しかしスレミンたちにはただの布切れにしか見えなかったのか、気にしすぎやビビリで草とイッチをバカにしている様子。ところがここで一人のスレミンがあまりにも綺麗すぎるとイッチに疑問を投げかけます。そしてそれに対しイッチも同様の感想をつぶやき、また前回写真を撮った時と違う点として今回はしっかりと肉眼で見えていると説明しました。そこでイッチはカズサさんが戻ってきたら聞いてみることにし、一旦スレから立ち去るのでした。
かし、スレミンたちは自分の意見を曲げる気がないようで、イッチの考えすぎだと主張します。ところが、その30分後、イッチが、まずいことになった。今は村に急いで向かっている、とスレに書き込んだのです。これを受け、スレミンたちは、イッチの身に何かあったのかと心配し始めます。すると、イッチは、写真の布自体は大丈夫だった、と言い、話し始めました。なんでも、雪目村では、雪目様という神様が祀られているとのこと。話によれば、過去に雪目村が大雪に見舞われ、食料不足に困っていた時、雪目様が現れ、食料を分けてくれたという逸話が残っていると言います。また、寒さに震えている村人に、雪目様が自身の袖をちぎり、温めてくれたという話もあるそうです。なんでも、雪目様はとても大柄だったらしく、袖だけで人一人分覆えるくらいだったとのこと。そして、それがきっかけで、雪目村では雪目様が信仰の対象となったそうです。その後、写真にあったように、白い布を村の木に吊るして、雪目様に村の場所を知らせるとともに、感謝の気持ちを伝えるという風習が、この村に生まれたとのこと。そして、今でもその風習は続いており、毎年村を囲うようにして、白い布を木に吊るしているのだと言います。しかし、スレミンたちは、雪女とは違うんだな、や、世の中にはいろんな風習があるんだな、と、興味があるのかないのか、よくわからない様子。そんな中、一人のスレミンが、その布は村の中にも吊るされてるのか、と、イッチに尋ねますが、それに対し、イッチは、村の中にはないらしい、と答えました。どうやら、イッチも気になっていたようで、カズサさんに聞いたとのこと。すると、カズサさんは布について、この村の場所を知らせるためのものだから、村を囲うようにつけている、と説明したそうです。それを聞いたイッチは、じゃあ自分が見たものは一体何だったのかと疑問に思ったため、カズサさんに、じゃああの鳥居についていたのは何かと尋ねてみたと言います。するとカズサさんは、何それと言い、本当に知らない様子だったとのこと。そこで、イッチがカズサさんに例の写真を見せると、その瞬間、カズサさんの顔が一気に青ざめたと言います。そして、急いでどこかに電話をかけ始めたかと思うと、聞き取れないほどの早口な方言で、誰かと話し始めたそうです。しかし、かなり焦っていることは、イッチにもわかったようで、カズサさんは、電話が終わった後、イッチに、行きましょう、と呼びかけるや否や、ものすごいスピードで、車を走らせたと言います。その時、イッチは状況がつかめず、カズサさんに説明を求めたそうですが、カズサさんから、村に着いたら説明する、と言われたため、おとなしく車に乗っていることにしたのだとか、すると、これを聞き、ビビリなスレミンたちは、あからさまに怯え始めます。そして、30分後、イッチは再びスレに現れ、やっと着いた、と報告しました。どうやら、村は大騒ぎになっているらしく、イッチが到着した途端、車が大人数に囲まれたとのこと。その際、イッチが外を見ると、血相を変えた大人たちで溢れ返っていたそうです。
そして現在、カズサさんは村人たちに囲まれて何かを話しているそうで、それを見たイッチは、ただごとではないことを察したと言います。しかし、イッチ自身に何もできることがないことから、イッチは、とりあえず成り行きで動くと言い、また何かあったら報告することを約束して、一旦スレを後にするのでした。それに対し、スレミンたちも、ただごとではないと感じたのか、無理はするなよ、や、危険だと思ったらすぐ逃げろ、と、イッチに忠告します。ところが、その1時間後、イッチが再び現れ、今日だけ、カズサさんの旦那になった、と、意味のわからない書き込みをしたのです。すると、スレミンたちもわけがわからなかったのか、ふざけてないで、ちゃんと報告しろ、や、意味わからん、と、イッチのふざけた発言に対し、怒りをあらわにします。また、中には、マジで言ってるなら許さんぞ、と、お前何様やねん発言を繰り出すスレミンまで現れる始末。そんな中、一人のスレミンが、なんでそんなことになったんだ、と、イッチに説明を求めます。すると、イッチは先ほどあった出来事について話し始めました。なんでもあの後、イッチは村長であるカイさんという人物の家に連れて行かれたそうです。そして、そこであの写真を見せる流れになったとのこと。すると、それを見た途端、村人たちの顔は一気に青くなったそうで、イッチは再度、何が問題なんだ、と尋ねたと言います。それに対し、カイさんが、雪目様は知っているか、と聞いてきたため、イッチは先ほど、カズサさんから聞いた話を、そのまま話したそうです。ところが、イッチの話に対し、カイさんは、それは間違っていないんだが、と、意味深な発言をしてきたらしく、イッチは何が何だかわからなくなってしまったとのこと。すると、カイさんは、イッチの聞いた話が、村の外の人間に向けた説明であることを明かしたそうです。それを聞いたスレミンたちは、何か隠された真実があるということを察したようで、村人たちを怪しみ始めます。すると、イッチは、質問は後でまとめて聞く、と言い、続きを話し始めました。なんでも、先ほどイッチがカズサさんから聞いた話には、さらに続きがあるとのこと。というのも、雪目様は食料を持ってきた際、村人ととある交渉をしたというのです。その内容は、毎年、豊穣の恵みを与える代わりに、村の若い男女の間に子供を作り、その子をよこせ、というものでした。もちろん、村人たちはその話を聞いて迷ったらしいのですが、村のためだと考え、受け入れたそうです。そして、毎年子を作り、冬になると雪山へ連れて行き、雪目様に奉納したと言います。とはいえ、今では雪山に子を連れて行くことはなくなったそうなのですが、毎年村人同士で子を作り、その子を神社に奉納するという風習は残っているようで、その子が成人を迎えるまでは、村で育てることになっているのだそうです。さらに、毎年子を奉納する過程では、雪目様にわかるよう、白い布を家に飾るそうなのですが、それ以外では、村の中に布を飾る風習はないとのこと。そのため、布を鳥居に飾るわけがなく、実際、村人たちの中に、
そのようなことをした者もいないのだと言います。するとスレミンたちはその話を聞き恐怖しますが、そんなスレミンたちに追い打ちをかけるように、イッチはこの話には続きがあると言って再び話し始めるのでした。というのも、雪目村では毎年広報をしなければいけないのですが、若者が少なくなっていることもあり、去年から奉納ができていなかったそうです。また和沙さんには子供がいるものの片親なので、もし奉納して何かあったらと思うと村人たちは怖くてできなかったのだとか、そのせいか昨年は作物が育たず村の利益が赤字になってしまったと言います。そして今回イッチの写真に写り込んだ布について、村人たちは怒った雪目様が今年結婚と出産を控えているユウゴさんとマミさんに狙いを定めたことで写真に袖が写り込んだのではないかと推測した模様。すると、そんなイッチな話を聞いたスレミンたちは、神なのにそんな回りくどいことしているのか、いや直接夢に出てこいよと、自分たちは未だにネットの世界から出てこられないにもかかわらず神様に対し厳しい態度をとります。それから話を聞いたイッチは、だったらユウゴさんとマミさんに頼めばいいと意見を伝えたそうなのですが、どうやらそれは無理とのこと。なんでもすでに一度二人には頼んでいるらしいのですが、その際ユウゴさんに、今は東京に住んでいるし村の古い風習に子供を巻き込みたくないとはっきり断られてしまったそうです。ただユウゴさんたちも鬼ではなかったのか、生まれ育った村で結婚式はあげると言ってきたそうで、村の人々はそれに納得してしまったのだとか。しかしイッチは、こんな大ごとになるくらいだしどうにかした方がいいのではと思い、カイさんたちにそのことを伝えたそうです。するとカイさんは、結局今年はカズサさんの子供を奉納することになったと告げたのだとか。しかし奉納の儀式には旦那役が必要であるとのことで、話し合いの結果たまたまそこに居合わせた一致がカズサさんの旦那役として選出されたのでした。すると成り行きで旦那役にさせられてしまった一致に、スレミンたちは、なんでそうなるんだよ、いや飛び火してるやんと困惑している様子。それに対しイッチは、自分が断ったことで村が壊滅したら目覚めが悪いと言い、どうしても断れなかった旨を明かします。また奉納はユウゴさんたちに気を使わせないようにするため二人が来る前に行うそうで、イッチはすでに着替えを終えてカズサさんとその娘であるユキちゃんの準備を待っているとのこと。なんでもユキちゃんはお母さんに似て可愛いようで、イッチは一時的ではあるものの親の代わりをすることになり、不正が湧いてきたと話します。そしてそろそろ儀式が始まるとのことで、イッチは終わったらまた報告すると告げ、一旦スレから立ち去るのでした。すると戸田エリカにであるカズサさんと仮とはいえ夫婦になったイッチに対し、スレミンたちは、ちょっと楽しそうなの腹立つ、いや美人の旦那になれて内心大喜びなんだろうと嫉妬を隠せない模様。そして1時間後、
イッチが意外と普通だったと言いながらスレに戻ってきます。それに対しスレミンたちはよほど気になっていたのか、立て続けに質問を送りました。するとイッチは、どんな感じって言われてもなと困った様子を見せながらも語り始めます。なんでも儀式中は神主さんが何かを唱えており、イッチたちは正座しているだけだったとのこと。またちぎりを交わすというようなことはなかったそうで、それよりもイッチとしては正座の体勢がつらかったらしく、痛すぎて途中から記憶が飛んだとどうでもいい情報を付け加えました。そしてそろそろユーゴさんたちが来るとのことで、イッチは再びスレを去っていくのでした。そんなイッチの適当な回答に、スレナイは正座で気を失っていただけや、カメラ以外役に立たないとイッチをバカにする発言で溢れ返ります。それから2時間後、イッチが再びスレに現れ、会食が終わったことを報告しました。どうやら先ほどの殺伐とした雰囲気から一転、みんなとても楽しそうだった様子。またイッチは自分という仮のパパがいるにもかかわらず、ユキちゃんがユーゴさんのことパパと呼んでいるのを見てジェラシーを感じたそうです。イッチは最初ユキちゃんのパパ発言に驚いたようですが、村人たちによればユキちゃんは生まれてからずっとユーゴさんをパパと呼んでいるらしく、イッチはそれを聞き微笑ましくなったと言います。そしていい写真が撮れて満足した様子のイッチは、今日は疲れたから寝ると言いスレから立ち去るのでした。そんなイッチに対しスレミンたちは、カリパパとかお前が一番狂気だな、や、ユキちゃんがかわいそう、と、イッチのカリパパ発言にドン引きしている様子。ところが、その3時間後、イッチが、みんなこれ見てくれ、と言い、1枚の写真を引っ提げて、再びスレに現れたのです。なんでも、イッチは寒かったのと、まだ起きている人がいるのか、廊下を歩く音がするのが気になって、眠れなかったらしく、カメラの写真を見返していたと言います。するとそこで、一枚、とんでもない写真が撮れていることに気づいたというのです。その写真には、ユーゴさんとマミさんが写っており、その背景には、開けられた襖が見えるのですが、なんとそこから白い布が何枚か覗いているのでした。すると深夜ということもあってか、スレミンたちはなんやこれ、や、怖すぎるなどと言い、恐怖を隠せない様子。またここであるスレミンが、前よりはみ出していないかと発言したことで、それを聞いたスレミンたちは、ユーゴたちじゃないとダメだったんだ、やっぱり二人を狙っているんだと尋常ではないほどに怯え始めます。するとそんな中、一人のスレミンが、もともと設置されていたんじゃないのかとイッチに尋ねました。このスレミン曰く、家の中に飾る時もあるらしいし、祝い事だから装飾されたのではないかとのこと。しかしそれに対してイッチはなかったと返します。なんでもイッチは会食中お酒を飲んでおらず、意識もはっきりしていたため、会ったらさすがに気がつくとのこと。そしてイッチはやっぱり
二人についてきているよな、と発言し、さらに、この寒さも、雪目様のせいなのではないか、と考え、かなり怯えている様子。しかし、明日は結婚式で朝が早いということもあり、イッチは、頑張って寝る、と告げると、再び床に着くのでした。そんなイッチの話を聞いて、寒さが雪目様の仕業だと思い込んだスレミンたちは、歴代妖怪アニメの中で、どの雪女が好きだったのかと、議論をしながら、眠れぬ夜を過ごします。ところが、翌朝、イッチがスレに現れるなり、大変なことになった、と書き込んだのです。すると、朝もまだ早いというのに、年がら年中暇なスレミンたちが集まり、今度は誰の旦那役なんだ、や、どうせまたうまい話なんだろう、と、昨日のこともあってか、冷めた言葉をイッチに投げかけます。ところが、イッチは、本当に大変だった、と、緊張感を漂わせると、今朝の出来事について話し始めました。その話によれば、朝起きると、ゆきちゃんの姿がなかったらしく、イッチは、カズサさんと二人で、ゆきちゃんを探していたとのこと。なんでも、カズサさんとゆきちゃんは、毎晩一緒に寝ているらしいのですが、朝起きるといなくなっていたそうです。そして、二人がゆきちゃんを探していると、ゆうごさんが現れ、ゆきちゃんのことちゃんと見てあげないと危ないだろう、と言ってきたのだとか。しかし、イッチとカズサさんは、まだゆきちゃんがいなくなった話をしていないのに、なんでゆうごさんが知っているんだ、と思い、ゆうごさんに聞いてみたそうです。それに対し、ゆうごさんの口から出たのは、ゆきちゃんは自分たちの部屋で寝ている、という、驚くべき言葉でした。それから、イッチとカズサさんが、ユウゴさんの家へ向かうと、ユウゴさんの言う通り、ユキちゃんが寝ていたそうですが、その際、ユキちゃんの手には、白い布が握られていたと言います。すると、スレミンたちは、なんでそんなところに、や、まさか、ユキちゃん、ユキメ様に、などと言い、最悪の事態を想像して、震え上がりました。その後、カズサさんは、ユウゴさんに事情を話した上で、目を覚ましたユキちゃんにも、どうしてここに、なんでその布を、と尋ねたそうです。しかし、ユキちゃんは、どうしてここにいるのかも、なぜ自分が白い布を持っているのかも分かっていない様子だったとのこと。そんなユキちゃんを見て、カズサさんの顔がだんだんと青くなっていくのが衝撃的だったのだと、イッチは語ります。その後、騒ぎを聞きつけてやってきた村長のカイさんも、ユキちゃんが手に持つ白い布を見て、カズサさんと同じく、顔を青くしたとのこと。そして、やはり雪目様は、ゆうごたちの子がいいのかもしれない、と言い始めたそうです。ところが、ゆうごさんとまみさんは、その意見にすぐに反対し、特にゆうごさんは、結婚式を挙げるだけでも十分、これ以上この村にいさせないでくれ、と、かなり怒っている様子だったと言います。そして、もうこの話は終わりにしてくれ、結婚式の準備をすると、マミさんを連れ、外に出て行ってしまったそうです。その後の空気はかなり気まずかったと、イッチは語ります。すると、スレミンたちは、ユーゴ切れすぎ、や、そこまで言わんでも、と、ぶち切れられたカイさんに同情している様子。そんな中、一人のスレミンが、
なんでそこまで拒むんだ。適当に返しておけばいい、と発言すると。それに対し、すれないでは。はっきり言わないと、イッチみたいにやらされる。いや、後からごちゃごちゃ言われて腹立ったんだろう、と、ユーゴさんの気持ちに賛同するような意見が出始め、議論が白熱していくのでした。ところが、その2時間後、イッチが再び現れたかと思うと、なんだこれ、と言い、一枚の写真を貼り付けたのです。そこには、式の会場に白い布が散乱している様子が写っていました。すると、その写真を見たスレミンたちは、これはさすがにまずい、や、逃げた方がいい、と、イッチに注意喚起し始めます。そんな中、一人のスレミンが、これも村の風習の一環なのではないか、と発言しました。というのも、このスレミン曰く、こんなことは人の手じゃないとありえない、とのこと。ところが、それに対し、イッチは、村の風習じゃないみたいだ、と話します。どうやら、イッチも気になって聞いてみたそうなのですが、村の誰も、このような風習に心当たりはないそうです。それ以前に、式を行う会場は神聖な場所にするため、前日から誰も立ち入ることはできないのだとか、この事態を受け、村の中では、イキメ様の仕業だということになり、結婚式は中止になったとのこと。そしてイッチは今、片付けを手伝っているのだと言います。その話を聞き、スレミンたちはイッチに危険を知らせ、早く逃げるよう促しますが、イッチからの反応が返ってくることはありませんでした。そして、その後、1時間が経っても、イッチが戻ってくることはなく、スレミンたちは心配している様子。すると、その2時間後、イッチが、今、駅にいる、という言葉とともに、ようやくスレに戻ってきます。それに対し、スレミンたちが、無事だったか、や、よかった、と、イッチを迎え入れる一方、一人のスレミンが、でもなんで駅に、片付けは、と、イッチに尋ねました。すると、イッチは、事件があって、急遽帰ることになった、と言い、少し長くなると前置きをしてから話し始めます。なんでも片付けをしていた時、カズサさんが話があるからとイッチに声をかけてきたそうです。しかし人前では言いづらい内容だったらしく、二人は村の外れで話すことになったのだとか、そうして村の外れまで移動した後、しばらくは言いづらそうにしていたカズサさんでしたが、やがて意を決したように話し始めたとのこと。その内容は簡単に言うと、ユキちゃんのお父さんのことでした。そしてカズサさんは、ユキちゃんのお父さんはユーゴさんだという衝撃的な事実を告げたそうです。それを聞いたイッチは、困惑したそうですが、カズサさんは続けて話し始めたとのこと。なんでも、カズサさんとユーゴさん、そしてマミさんは、幼少期からとても仲が良く、白い布が映っていたあの神社で、いつも楽しく遊び、過ごしていたそうです。そして、ある時から、マミさんはユーゴさんのことを異性として見始めたそうで、高校生になる頃には、二人は付き合い始めたとのこと。しかし、それでも三人は変わらず、仲良く過ごしていたと言います。
そんな衝撃的な事実を突きつけられたスレミンたちは、それで村を出たがってたのか、や、最低、と、ユーゴさんにドン引きしている様子。それに対し、イッチも、本当に最低なんだ、と、怒りをあらわにすると、続きを話し始めるのでした。それから、大学卒業を機に、カズサさんは村に帰り、ユーゴさんたちは東京で暮らすことになったそうですが、今から3年前に事件は起きたのだと言います。その時、ユーゴさんは一人で帰省していたようで、カズサさんと二人、お酒を飲んでいたとのこと。すると、お酒が進むにつれて、ユーゴさんのカズサさんを見る目の色が変わり、次第にボディタッチが増えてきたそうです。そんなユーゴさんに対し、カズサさんはやんわりと断っていたそうですが、我慢できなくなったユーゴさんに押し倒されてしまい、男性の力に抵抗できず、カズサさんはそのままユーゴさんと一晩過ごすことになったのだとか。そして翌朝目覚めた時にはユーゴさんはすでに東京に帰っていたとのこと。その数ヶ月後、カズサさんの妊娠が発覚したため、カズサさんはユーゴさんに連絡したらしいのですが、ユーゴさんは酔っていて覚えていないの一点張りだったそうです。そのことにカズサさんは困ったものの、村の狭いコミュニティで話すこともできず、またマミさんとユーゴさんのことは友達だと思っていたため、このことは一人で墓まで持っていくことにし、シングルマザーとしてユキちゃんを育てることを決意したのだと言います。これに対し、スレミンたちは、思った数倍胸クソだった、や、カズサさんの状況に比べたら、奉納くらい安いもんだろ、と、ユーゴさんに対して、怒り心頭な様子。するとここで、一人のスレミンが、それで、事件って何だったんだ、と、イッチが初めに言っていたことについて、疑問を口にします。それに対し、イッチは、今から話す、と言い、説明を始めました。カズサさんの話を聞き、イッチは、なんと声をかけたらいいか、わからなかったそうですが、その時ふと、どうして自分にこんな話をしたんだ、という疑問が湧き上がってきたため、カズサさんに聞いてみたと言います。すると、カズサさんは、自分を奮い立たせるためだ、と話したのだとか。なんでも、カズサさんは、イッチを仮の旦那として行った奉納で、イッチが本当の旦那ではない、ということに、ユキメ様が気づいてしまったのだろうと考えたそうです。そこでもし、ユーゴさんとマミさんがどうしても奉納しないというのであれば、村人たちの前で真実を話し、ユーゴさんとユキちゃんを連れ、再度奉納しようと決心したのだとか。しかし、それは三人の友情を壊すことでもあり、かなり勇気がいることなので、カズサさんは無関係な位置に話すことで、自分を奮い立たせようとしたのだそうです。その話を聞いたイッチは、思わず、かっこいい、と、小学生並みの感想を抱いたそうですが、それと同時に、昨晩と同じくらい寒気を感じたとのこと。そこで、イッチは場を和ませようと、この村は結構寒いんですね。まさに雪女様が近くにいるみたい、と冗談を口にしたそうです。ところがその時、突然女性の悲鳴が村に響いたと言います。すると、そんな一致の話に、スレミンたちは、
話の変え方下手くそ、いや、そんな適当な話の変え方あるか、と、自分たちがコミュ障であることを棚に上げて、イッチをバカにしますが、その一方、悲鳴が聞こえたということに対し、一体何が起きたのかという声も上がり、スレナイは騒然としていきました。そしてその後、すぐにイッチとカズサさんが声のする方へ向かったところ、そこには腰を抜かしたマミさんと、呆然と立ち尽くすユーゴさんの姿があり、二人の視線の先には、布まみれになっているユキちゃんがいたそうです。そんなユキちゃんの様子に、誰も何も言えないでいると、ユキちゃんはユーゴさんを指さし、パパ、パパ、と、上ごとのように、つぶやき始めたと言います。それを見たイッチは、先ほどカズサさんから聞いた話を思い出し、何とも言えない気持ちになったそうです。すると、その話を聞いたスレミンたちも、ユキちゃんの境遇を考えると、恐怖心より同情心の方が大きくなってきた模様。その後、カズサさんがすぐにユキちゃんの元へ向かうと、ユキちゃんは正気に戻ったそうですが、どうして自分が布を巻いたのかよくわかっていない様子だったとのこと。しかし、ものすごく寒かったことだけは覚えているようでした。そして、一部始終を見ていたマミさんによると、片付けをしている最中に、ユキちゃんが急に体中に布を巻き始め、マミさんとユーゴさんのもとへ、ふらふらと近づいてきたのだとか。そこで話を聞いたカイさんは、再びユーゴさんたちに、奉納の件についてお願いしたそうです。すると、マミさんは、ユキちゃんのこともあるからか、生まれ育った村だし、と、奉納に前向きな姿勢を見せ始めたそうですが、ユーゴさんは、こんな村いられるか、と、マミさんの意見を突っぱねたと言います。その後、ユーゴさんは続けて、結婚式がなくなったのなら、明日には帰る、と言い放ち、マミさんを置いて、一人でどこかへ行ってしまったとのこと。すると、そんなユーゴのクズムーブに対し、スレミンたちは、本当にクズだな、や、ユーゴ自分のことばかり、と言い、スレナイには非難の嵐が吹き荒れます。そして、そんな修羅場を目の当たりにして、イッチが何も言えないでいると、カズサさんがユキちゃんを抱きながら、私がしっかり言っておけば、と後悔した様子を見せたそうです。それを見て、イッチは、いたたまれない気持ちになったと言います。その後、イッチが片付けを手伝っていたところ、再びカズサさんに呼ばれたとのこと。しかし、イッチは、今はユキちゃんのそばについてあげた方がいいのではないか、と思い、カズサさんに、落ち着いてから話そう、と言おうとしたそうです。すると、カズサさんは、そんなイッチの心を読んだのか。今ユキちゃんは会社に預けているから大丈夫と言って話し始めたのだとか。どうやらカズサさんはイッチにこの村を出た方がいいと伝えたかったようです。というのも、これから話し合うのはこの村のこと、そしてカズサさんたちの関係のことになるため、イッチが再び巻き込まれないようにと、カズサさんは配慮してくれた模様。また、イッチとしても、また仮の旦那になるのはゴリゴリだったため、おとなしく帰ることに決めたそうです。そして、先ほどカズサさんに車で送ってもらって、現在は駅にいるのだと、イッチは話すのでした。
また駅まで送ってもらった際、イッチが駅に入るまでの様子をカズサさんが見続けていたことがイッチは気になったそうですが、イッチが駅に入るとカズサさんは何事もなかったかのように帰っていったとのこと。こうしてイッチは話を締めくくると、スレミンたちに何か質問はないかと尋ねるのでした。すると人の不幸で飯を食べられるスレミンたちは、この後の修羅場が楽しみだや飯馬だと大喜びしますが、そんな中一人のスレミンが、今はもう寒くないのかとイッチに尋ねます。それに対しイッチは、全く寒くない、むしろ暑いぐらいだと返答するのでした。それからイッチはその他に質問がないことがわかると、スレを終わりにすると告げ、みんなも村に婿入りになったら気をつけてと、結婚という言葉に無縁なスレミンたちに無意味なアドバイスを送り、スレを立ち去ります。そしてスレミンたちはイッチをねぎらい、このスレは幕を閉じるのでした。ところがその数日後、イッチは前回のスレの続編と称し、再びスレを立てます。そしてようやく夏の暑さに慣れてきたと雑談を挟むと、カズサさんから電話が来たことを報告しました。しかしその内容が怖いそうで、イッチはスレミンたちに聞いてほしくてスレを立てたのだとか。すると年中夏休みでおなじみのスレミンたちがぞろぞろと集まり、イッチを出迎えるのかと思いきや、カズサさんと番号を交換していたことについて嫉妬全開で問い詰めます。しかしイッチはそんなスレミンたちをスルーし、人がいるようだし話していくと言って話し始めました。まずイッチはカズサさんと直接番号を交換してはいないらしく、どうやらカズサさんはマミさんにイッチの電話番号を聞き電話をしてきたようでした。その電話の内容は、お元気ですかという挨拶から始まったため、イッチは元気であることを伝えた上で事の顛末について尋ねたそうです。するとカズサさん曰く、当然のように修羅場だったとのことで、詳しい話を聞かせてくれたと言います。なんでもイッチを駅まで送り村に帰った後、カズサさんは現状をどうするかについて村人たちと話し合ったそうです。しかしユーゴさんだけはずっと不機嫌で帰りたそうにしていたのだとか。その時マミさんがずっと気になっていたことがあると言い、ゆきちゃんのパパ発言についてユーゴさんに尋ねたそうです。しかしユーゴさんはずっと黙ったままだったため、しびれを切らしたカズサさんがすべてを打ち明けたのだと言います。するとユーゴさんの態度に腹が立ったのか、スレミンたちは黙っているだけとか女かよや男ならはっきり言えと時代錯誤な言葉を放ちます。そんな中、一刻も早く事の顛末を知りたいせっかちニキが、それでどうなったんだとイッチに話の続きを催促しました。それに対しイッチは、結論から言うと認めたよと言い、続きを話し始めます。なんでもカズサさんがすべてを打ち明けると、ユーゴさんはずっと閉じていた口を開いて、ワイがそんなことするか、奉納しないからって嫌がらせか、と逆ギレし始めたそうです。そこでカズサさんが証拠として、DNA 鑑定書を見せたところ、
それを出されたユーゴさんはようやく認めたのだとか。そしてユーゴさんは社会人になりたてで忙しく、マミさんと夜の時間が取れなくてつい魔が差してしまったと動機を話したそうです。これについてカズサさん曰く、まあ離婚は免れないだろうねとのこと。するとこの一連の出来事にドロドロ展開が大好物のニチャニチャスレミンたちはこれでもかというほどの盛り上がりを見せるのでした。そしてその後のマミさんの暴れようはすごかったそうですが、なんとか室人たちで落ち着かせて、雪目様の件はどうするかという話に移ったそうです。そこでカズサさんは、一応父として奉納してしまったせいでこのようなことになってしまったと説明した上で、改めてユーゴさんと3人で奉納を行うことを提案したのだとか。するとさすがのユーゴさんもそれには賛同してくれて、さらになんとマミさんまでも賛同してくれたそうです。どうやらマミさんはユーゴさんとカズサさんに対する怒りはあったものの、それでもカズサは親友だからとの思いから賛同してくれたようでした。その後はすぐに奉納を行い、数日経った今も何ともないそうで、ユキちゃんも毎日暑いと言いながら元気に騒いでいるのだとか。またイッチが渡した鳥居の写真からも不思議なことに袖が消えていたそうです。するとそんなイッチの話に対しスレミンたちは、マミさんもカズサさんもいい女や、それに比べてユーゴは情けないとどこの目線で語ってんねん発言を繰り広げます。そしてスレ内ではお疲れイッチや、今回は頑張ったんじゃないとねぎらいの言葉も飛び交いました。ところが円満ムードが漂う中、イッチはスレミンたちに話はこれで終わりじゃないと告げたのです。どうやらイッチもここで話が終わりだと思っていたそうなのですが、カズサさんに待ってくださいと言われたとのこと。そしてカズサさんから話を聞くと、どうやら本当に話したいことは別にあったらしく、それはイッチを帰らせた本当の理由なのだと話したそうです。カズサさんによれば、村にいる間イッチの言動がおかしかったそうで、イッチやユキちゃんが時折発していた寒いという言葉は二人しか言っていなかったのだとか。そんなイッチたちの発言が気になったカズサさんは他の村人にも聞いてみたそうなのですが、むしろ暑いよと返されてしまったため疑問に思っていたとのこと。またイッチ自身は覚えていないそうですが、ユキちゃんの様子がおかしくなった時、イッチも白い布をじーっと見つめていたと言います。そのためカズサさんは危険だと考え、イッチを帰らせることに決めたとのこと。その後イッチが言われた通り帰ると言ってくれたため、カズサさんは安心してイッチを送ることにしたそうですが、イッチとの別れ際、駅舎から大量の白い布がイッチを迎え入れているかのように見えたのだとか。その後白い布はイッチが駅舎に入るとともになくなったと言います。それを見てカズサさんは不思議に感じたものの、これ以上イッチを怖がらせたくないと思い言わなかったそうです。するとそれに対しスレミンたちが恐怖する中、一人のスレミンが本当に今は何もないのかと尋ねます。
その問いに対し、イッチは、本当に何もない、と返しました。また、どうやらカズサさんは、もともとこのことをイッチに言わないつもりだったらしいのですが、奉納を終えて異常もなくなった今なら大丈夫だと思い、教えてくれたそうです。そして、イッチは、これで話は終わりだ、と言うと、かなり怖がっている様子を見せながら、村にはしばらく近づかないようにする、と宣言しました。それからスレミンたちに、変な風習がある村には近づかないように、と忠告すると、これからアイドルの現場に行き、癒されてくる、という言葉を最後に、スレから立ち去るのでした。すると、イッチがいなくなったスレでは、イッチも雪目様に目をつけられていたのか、や、あのまま村にいたらどうなっていたんだ、と怯える声が上がります。そして、イッチが帰る選択をしていなければ、今頃イッチはどうなっていたのか、という声とともに、恐怖に包まれながら、このスレは幕を閉じるのでした。皆さんも村出身者と結婚するときは、風習などをしっかりと確認しましょう。生涯結婚の予定がない人は、好きな食べ物でもコメントしろください。次回の動画も楽しみにしろください。とある小説の編集者に送りつけられた差出人不明の一通の短編小説。そこに書かれていたのは、完全犯罪を予言した殺害予告だった。